なんかちょっとやばそうですね。<laughs> 何言ってるかわかんないんですけど、相談があるらしいですね。これね。何を言ってるかわかりません。僕はもしもし自分の家がはい。あの。 あるんですけけどそれを通り抜けて、えー、自分の家のドアの前によく分かんない張り紙が貼られてまして、えー、なんか内容も一応文字起こしで送らせていただいたんですけど、はい、なんか全世界中これは読まない方がいいですねこれはねあ読まない方がいいですねはいで番号書かれてて怖いなっていう、はい、このなんかよく分かんない人の名前と。 電話番号と番号、はい、あんま言葉に出して読まない方がいい内容の文字がいっぱい書いてあります皆さん。で多分だけど、はい、電波攻撃を受けているみたいなことを言う人が書いたような手紙ですね。<laughs> <laughs> でこの人名前も電話番号も書いてるじゃないですかはいなのでちょっと調べたんですよはい電話をしてないんですけどそしたらかツイッターのアカウント出てきてツイッターでも拡散しててまあヤバい人なんだろうなというような分なんですけど無視が一番あれなのは分かってるんですけどツイッターとかにさ住んでる県とか書いてないの地域とかはその人ツイッター見してよその人がさあの多分近くに住んでるとか同じマンションとかだ 今食ったんですけど「ラーメン食ってます」「警察は無線で国民の会話を傍受している」<laughs> はい、<laughs> やばいっすよね絶対やばい人ですどどうしますこれはまあ別に電話かけてもいいですけどえっ マンションですよねそうですあなたの家だけですか前だけですかこれいやマンションの入り口にこうみんなのポストとかあるじゃないですかはいはいはいここになんかこうチラシとかのゴミ捨てるところあるんですけど、はい、そこにめっちゃ捨てられてたんですよああってことじゃあなただけじゃないんだはいただ自分だけ家のドアに貼られてたんですよいやそれ他の人も貼られてたんじゃないのいやでも他の人だったら自分の家のゴミ袋に捨てるじゃないですかいやもうなんか気持ち悪くてそこに捨てたんじゃない公共のとそこであそなるほどそういう感じかいやわかんないけどねはい っていうのでなんでみんなポストを中に入れられてるのに俺だけドアの真ん前に払えてるんだろうと思って、はい、気持ち悪いと思って、ええ、ちょっと相談しちゃいましたなるほどですねわかりましたまあでも僕ができることを連絡する以外できなんかないですけどあ<ー>まあその関係ないマンションとかに投函しないでくださいっていうことぐらいしかできないですそうっすよねわかりましたはいあ,ありがとうございます、はい、じゃあこれ、ええ、じゃあ電話は、まあ、俺はしないですけどこれこれ何 <laughs> ですかかりました一回じゃあかけてみますあ すいません <laughs> 俺はしないけどこれこれ3回かけてくださいってまあ別に俺はいいけどねかけるのはでもこの時間出るのかな <noise> はい先生もしもしもちもち手紙か何かを投函された方でしょうかあそうですあいや実はですね、あのー、手紙が入ってまして、はい、でこれは何の目的で手紙をこうやってるのかなと思いまして<あ>読みましたけどもちょっと言ってる意味はよく分からなくて同じマンションに住んでる人ではないですよね違いますねあもうなんか手当たり次第なんいいろんなマンションとかに手紙をなんか貼っているあそうですう読んでもらいたくて、はい、ああ オートロックとかをなんか突破して手紙が入ってたので勝手に入ってますねいやそれはないですねそれはないはいちょっとあの申し訳ないんですけど僕の家のドアに貼られてたんですよドアにですかはいあそれはしてないですねいや貼られてたんですよドアえじゃあいつもど,どうやって チラシを配っっててる、ね、るんでですよ<ー>ポストにに入れドアに貼ってあったんですよドアに、はい、あじゃあ前もあったんですけどああ前もコピーしてコピーして。てああなたのチラシをコピーして配ってドアとかに貼ってる人がいるっていうので前もそういった話があったってことですかそうなんですよねおおはいはいはいなんかあの水漏れのマグネットシールと一緒になんか貼られてたんですけどあじゃあ自分じゃないですねあなたではないこれはいそうですね そうですね。まあわかりました。でなんか貼られててなんかそう迷惑してる人がいるみたいなんですね。あ、そうなんですか。はいはいはい。でこれはどのあたりに住んでるでか。えっ、ー、と僕は日本なんですけど、これこのチラシはどういった思いでなんかこういろんな人に勝手に。 ホスティングしてるんですかねああ警察無線が国民の会話を聞いてるってことを伝えたくて、はい、じゃあ今この僕たちの通話もってことですかそうですそうですねまあそれはないですよだって今この瞬間いろんな人が通話してるのにそれを傍受して聞いてるなんてありえないと思いません、ね、まあそう思うかもしれないですあの警察無線を使ってる人は警察だけじゃないんですよこれは誰が使ってるんですか公務員とか公務員えじゃ学校の先生とかも 学校の先生もそうなりますよね。な何のために、てかどうやって。無線が飛んでるんですよ。はい。それを拾える。警察の無線っていうのは、国民が聞けないようになってる。のあ、知ってますか。まあ、そりゃそうでしょうね。はい、なので、聞いてる人がいるってことなんですよね。や とかでも聞いてる人はい,る、うん、いますしえ、こういった通話が傍受されて公務員の人とかに聞かれてる可能性があるから電話をやめましょうって言ってるってことですかからコピーして巻いているんですよねなるほどはい例えば傍受されてるって思ったなんかきっかけあるんですかテレビの生放送とかで喋るとテレビの生放送はい向こうが聞いてる報道局とかラジオ局とかも聞いてますねあなたが喋ってるとってことですかそうですあなたが 喋ってると。テレビサイドの人は、自分が言うなとか、言う時があるじゃないですか。ええ、あなたがペラペラ喋っていると、ええー、生放送のテレビの中で映っている人が、自分が言うな、あなたに対して言ってくるってことですか。そう、そういう時ある。なるほどああ、なるほどね。わかりました、はいうん。ちなみになんですけど、病院の方は行ってますか。はい、病院は行ってないですね。あの実は僕はインターネットドクターをやってまして。はい、よくですね。僕のところに患者さんで、テレビが私に話しかけ。 出てくるとか会話できてるとか自分に言ってるってこうなんか思い込んじゃう人がいるんですね一定数あ<ー>でこれが統合失調症っていう病気のなんか症状であるんですね結構ああそれは知ってますねなのでこれは傍受されてるとかではなくその多分病気が原因でそう思い込まされてたるんなので、まあ、まずはですね一旦診断をしていただいてこのチラシとかを配るのやめた方がいいですねあー ええー、ちょっと本当にあの酷な話なんですけども。あそう思われる。 い,ますけどいや思われるじゃなくてその可能性が高いんですよはい最初は信じれないと思うんですけどもあなたの話って証拠がないじゃないですか、はい、そもそもでテレビの人が何、はい、であなたに話しかけるんですかってこんな世の中たくさんいっぱい人がいるのに主人公ですかっていう、はい、あなたは、はい,いや違うだろえ主人公ですかいや違いますねですよねえお,おっさんですよね多分あなたはい、えー、主人公でもない、えー、そこら辺に転がってるおっさんにテレビは話しかけてきませんああ<ー>ですよね,そうですよね うんまあ、そう言われてもわかるんですけど、うん、でそこがわかるんだったら、傍受されてないってことは分かるはずなんですよ。全くないとは言ってませんよ、はい、僕も。やっぱどんなね、あのセキュリティが頑丈なやつでも、突破してくるやつはいるんで、傍受、はい、されていることもあるとは思うんですけど、あなたが言う、すべての電話が傍受されて、例えば僕らみたいな市民の会話が傍受されていることは、まあ、まずありえないんですよ。それをちょっとね、分かっていただきたい、どうにか。か、はい、かっていたただけたんです あ昔からそういうのがあるんであじゃあそれはですね多分ご病気の症状で多分そういうのがあると思うんですよあとですね、はい、今ちょっと調べたですね警察無線はえ昔のアナログ派の時代であればえ確かにラジオライフとかで売ってるような受信機で傍受することはできたが現在はデジタル派なので、まあ、そ,そもそも,もう不可能、はい、え今助手がいるんですけど横にから来ましたちょっとお話をちゃんと聞いた上での、はい、インターネットドクターの判断なので で一旦ですね、はい、まあこういったチラシを配るのはやめた方がいいと思うんですよ。あの多分ツイッターとかもやられてますよね。ツイッターあややってますね。ツイッターでだったらいいと思うんですよ。わざわざチラシ配ったりとか、まああなたがやってないにしろ、あなたが配ったチラシが玄関のドアに貼られてたんですよ。先ほどもあなたなんか何度かそういうことがあるって言ってたじゃないですか。はい。はい、あ何句ですか。え文句<の>文句です。えあちょっとさ個人情報なのでちょっとあれなんですけども。 ですかね。あ、いや、あの文句があります。あ、すみません、個人情報なので、えっと、何区かとかはちょっと、はい、言えないんですけども、えっと、でも配られてはいるってことですか？ですか、配ってないんですよ。<laughs> 今、今のところロシア。ごめん。あ、そうなんですね。じゃあ。 一旦ですねあのやめていただいてもよろしいでしょうかいやーやめないとりあえずはやめることはしないつもりですよね<あっ> <laughs> えそれはなぜですかだってあなたの間違った情報をチラシでいろんな人に配ってるんですけどなんでそれやめないの普通に迷惑行為だと思わないんですか自分さえ良ければいいんですかいやそういうわけじゃないですじゃあなんで迷惑してるって言ってるのやめないんですか伝えたいことがあるなら別の方法でやってみてはいかがでしょうかでましてやさっき言った通りドアに貼り付けられたり もしてるわけですよ。あなたはやってないって言ってるけど、あなた以外にやる人がいるんですかね、こんなことを。にやるケースはあるらしいです、ね。じゃあ仲間みたいなのがいるんですか、あなたの。いや仲間じゃなくて、このチラシを見てコピーして貼る人がいる。そんなわけないじゃないですか。まあ人まずあなたは過去にそういった苦情を言った人がいたってことじゃないんですか。いや違う区で配られてたっていうのがあったんですよ。うん、ん。でもさっき違う区で配られてるかどうかわからないとか言ってたけど、話はどんどんコロコロ変わって てるけどいや、違う区で配られてたっていうことを警察が言ってきたんですよ。うん、な警察になったんですかこれいや、警察は、文の内容は問題ないって言ってるんですけど、うん、でなな警察から連絡があったんですか、あなたそうですね、なんで連絡があったんですか小学校に貼られてるって言って。<laughs> でそれはあななたででははいってことですかそれは自分じゃなかったです、ねうん、じゃあやめましょうか小学校にも貼られてて迷惑をしていて警察があなたに連絡をしてるわけだからそあなたの主張をひじゃ否定はしないんですけど迷惑行為になってるじゃないですか今これを配ることによって、はいうん、だから普通にやめた方がいいんじゃねっていうのを言ってるんですけどそれも理解できないんですいやこれを伝えるっていうのが自分の今やってることなんで、うん、だから伝える方法が間違ってるって言ってるんだけどはい何歳なんですか41 ですね、49歳うんまあだから迷惑してるところが何箇所かあるわけなんでやめていただきたいんですよはいあやめていただけるということですねじゃあいや警察サイドは違法ではないし問題ないとは言ってるんですようんそれはあなたがやってることを本当に警察がちゃんと把握してないかもしれませんよいや知ってますねまあ罪かどうか置いといて迷惑だって言ってるんですよいかがでしょう今のところは伝える方 ポスティングでやる,やるのがいいかなと思ってるんでまあじゃあこんだけ言ってもやめてくださらないんですね。うん、今のところはやめいいない わ、ね、かりました。はい。すみません、こんな深夜に。ありがとうございました、本当、なんかお話の方。はい。なあの、傍受なんかされてませんよ。いてのいやまともな証拠もないのに適当なこと言うなよ。適当じゃない。いや、適当でしょ。じゃあ、なんか証拠あんの生放送だったら、自分が言うなとか言う、言うなわか, <laughs> かりました。了解。<laughs> はい。まあ、できればやめ、でもやめてほしいっていう人の声があったってことは覚えておいてくださいね。はい、わかりました。わかってねえから続けるんだろうがよ、お前は。すみません、なんかお前とか言って、もし はい最終確認なんですけどやめてくれない今のところはやらえな,いガガなクソじじ<や>じゃあね本当に何なのこの人 <laughs> まあということでしたまあでもこういうタイプのさなんか謎のチラシ配るみたいのあるけど定期的にちょっとねオートロック突破してくるのは怖いねでも絶対この人だと思うけどね <laughs> 他の人がコピーして貼り付けるわけないでしょ